皆さんこんばんは。現在12月26日の、午前2時53分になるとします。気温は12度ですね。はい、現在呪術廻戦13話を見終わってすぐなんですけども、前からねめっちゃ気になってるアニメがあるんですよ。すごい何人かの方がちょっとどこだったかな、どっかでちょっとおすすめして待ってたんですけども、結城優菜は勇者であるっていうなんかふざけた名前なんですけどね、これちょっと見てみようかなと思いまして、はい、今から一番見ていきたいと思います。はい、では僕の名はマジ大道芸人浜松と言います。こんばんは。いつもご覧いただいた皆様ありがとうございます。はじめましての方はよろしくお願いします。はい、25歳の時にね会社員辞めまして、プロマジシャンになったものの、引き逃げに遭いまして、長いリハビリを経てジャグリングに出会い、大道芸パフォーマーの道に入りまして、普段は保育園や幼稚園、子ども会、こういったことでね子どもたちの前でやればできるを伝えたくてパフォーマーをやってます。芸歴は15年目なんですけども、今15年目にしてコロナの影響で収入一切ございません。はい、この先もありません。なので、貯金がつき次第、ちょっと命に関わってくるかなと思うんですけども、できる限り、このアニメ視聴は継続していこうと思ってますので、粘り強く頑張っていこうと思います。応援してください。よろしくお願いします。はい、詳しくは説明欄にですね、すべて僕の細かいことを書いてますので、ぜひ読んでいただいてですね、ホームページ、あとは SNS 各種チェックしていただいて、励ましや応援のコメント、こういったものをいただけると助かります。あと、昨年の12月17日に Amazon から本を出版してます。ほぼ僕の自伝みたいなもんなんで、よかったら読んでみてください。不幸自慢やったら負けへんぐらい不幸な人生歩んできてます。それを乗り越えてパフォーマーになってます。総量込み1430人です。はい、ということですね、見てみましょう。勇気言うのは勇者である、1話ですね。では3、2、1スタート。シュール。坊崎。勇者部、何やそれ。逆アニメかな。だから名前が気になるからっていう理由だけで見始めてます。概要は一切知りません。
三州中学校。歩かれへんのか、東郷のとこは。なるほど、いいことをする部活なんやな。食うねえ、部長。
唯一の家族なんだ。両親おらんのか、ほんなら。樹海化警報。え、止まった。え、刻みたいなもんこれ。え、刻みたいなって視界かこれ。どうなった？え、マドカマギカみたいなもんかこれ。何これ？異世界？え？一旦終わった。どういうことやねんこれ。なんで4人だけ無事なんこれ。
んか知っとんのか、ほんなら。会社ってないね。ああ、神女様。本場の勇者になるってことか、分かんないよ。人獣の敵。車椅子やのに、どないすんの車椅子。トモエマミみたいになったよ。
精霊。自分も知らから戦おう。おお、生きてんのはよかったこと。なんで出ましたんや、戦いながら。勇者パンチで、ちょっと急展開すぎて。ほう、三森すず子さんといえばね、あの2016年かな、新日本プロレスでやったね、タイガーマスクダブルでね、あ、岡田和親選手と結婚しましたね。これが出会いで、東郷だけだいぶ半だよな。
制作 MBS なんや。2014年なんや、古いな。ソフトさんは高校3年ってことか。ね、響くユーフォニアムの時に大学1年で声優やってましたからね、2015年。なんか思ってたのと全然違ったな。のんびり、なんか、ね、最初の展開から、ああ、なんかその勇者部っていう部活動で、のほほんとした日常みたいなもんかなと思いきや、全然違った。何やさ、あれは。何や、あのバーテックスとかいうやつは。急展開のことがありますね、これ。いや、おもろいんだな。とはいえ、なんかこの1話の終わり方は気になるんで、見ていくしかないな、これは。はい、ということでですね、結城優菜は勇者である、1話でした。どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。では。